バレー男子、第3セットは接戦も25-27と落とすセットカウントは2対1に、パリ五輪リ。パリ五輪リ第11日バレーボール男子準々決勝日本イタリア、5日パリ南アリーナ、スコア速報日本イタリア第1、第2セット、S を練習し、勢いに乗る日本が勝負の第 3S を迎えた。先発は変わらず高橋愛、石川祐希、西田裕二、高橋健太郎、関田正博、 山内昭弘。序盤から日本のペースで試合が動いた。山内が先制点を奪うと、石川もスパイクを決め、愛がイタリアの強烈なスパイクをブロック。4対3から西田が連続得点を奪い、6対3とした。8対6とされたところで西田が左足を負傷し、治療を受ける場面があったが、笑顔でコートに戻りプレーを続けた。 11-9から首相石川がバックアタックを決めると、愛も続き13-9と差を広げた。だが、イタリアに3連続得点を許し、13-12と追い上げられた。タイムアウトを取った直後、西田が連続得点で15-12に。その後は互いに点を取り合い、相手のミスで20点目を日本が奪った。20-20と追いつかれるも、 石川のバックアタックで21-20。21-21からは愛がレフトからスパイクを決めた。